B5 で7000円コーディネートをし、映えレベルをアップした3人。そこで菅田将暉、ガクト、ウィル・スミスの撮影経験があるフォトグラファーモンスター竹中先生から映える街ブラフォトテクニックを学んでいます。え、嘘、ゲゲゲ、もうもう急してる。あれ、あいつが撮るの俺だっけ。そう、あれ、なんか被写体喜んでないよ。あいつのやついつも嫌なんだよな。嫌なんだよ、あいつの。あなたお中に入って、これ入っていいの。はいはいはい、はい、中入って、こっちこっちこっちで、僕らこっち、僕らこっち。おお、何、おお、違うんだ、撮る側が。ここ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 、ここね、ここ、はいはいはい、ここ。あなたは今、うん、閉じ込められてる刑務所の中に。刑務所、ちょっと外にいる人間に助けて。刑務所の中にいてるのは俺が悪いんだよね。はい、俺が悪いのに助けて。そう、本当、はい、冤罪で入れられちゃったんじゃない。なんか訴えるの。訴える、訴える。あ、まあいいですね。なんかすごい、まあ、でも細かくそう状況説明、いいいいいい。なんでここで笑うのっていう笑顔で。でもなんか急にね、なんで笑ってんの、なんで笑ってんの、なんでなんで、すごい見てる。すごい、どうどう、おー、いいじゃん、いいじゃん。隙間から覗いてるみたいな。しかも上から撮ってるしね。キュ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 ー、いい感じ。さらなる映えフォトスポットを目指し街ブラをする一行。これ普段カメラマンさんとかあれなんですか、はい、ロケーション探しみたいなのしてるんですか。あ、してますね。割と車乗ってる時でも移動してる時でも、なんかちょっと、あ、この辺いいな、ちょっと覚えておこうみたいな、するとこの男が、キュ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 、君はね、もうね、あの、君は人じゃないんだよ。人じゃないんだ。隠れて相手を狙いに行くんだから。あ、なるほどね。もう溶け込んでこう。オッケー、溶け込んでこう。おお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 お、いや、キュキュー、いいよ。どこ、どこにいるの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 、あ、いたー、いいよ、どこにいるの、あれ、どこ、どこにいるの、どこにいるの、いたねー、いいよ、いいよ、いいよ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。どこ、ランボー、ランボー、寺山ランボー、どこだ、どこだ、かっこいい、おいたね、めっちゃかっこいいじゃないですか、これ、おいけた、いけた、新しいわ。いや、いいね、これいいよ、すごい。僕の力はないよ。ありがとうございます。モデルがいいから。ありがとうございます。モデルがいいから。そうそう、いいですね。気分いいな、この人。それでもモデルを気分を良くする最高の褒め言葉。これもう今日当たりだわ。当たり言った。ここまで5つのシチュエーションで映えフォトを撮ってきた一行。街ブラ終盤、寺山さんのレーダーがマックスに。キュキュキュ。キュ。ちょっと。あの樽使いたくてさ、はいはいはい、ちょっとお店の人の交渉とかいいっすか。いや、全然いいと思います。いいっすか。ちょっと間違えないでくださいよ、交渉の仕方、はい、それはもう絶対間違えないで。あ、でもファッションは大事よ、ファッション。そうそう、すいません、はい、お店の方ですか。あ、一応下の樽を、はい、ちょっと写真撮りたいんですけど、いいモデルちょっともたれかかってもいいですか。すいません、ありがとうございます。キュ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 、やった、もう使ってくださいって。うわ、じゃあめっちゃかっこいいじゃんこれ。そしたら自ら交渉してゲットした映えスポット、寺山さんはどんな写真を撮るのか。樽を使った映え写真に寺山カメラマンが挑戦。あの、手やっていいよ。手キュー、手キューして、手キュー、手キュー、手キュー、オッケー。すげー、テイキュ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 ー、自分入っちゃってるよ、テイキュー、テイキュー、テイキュー。鏡とかうまく利用する手もあります。こう撮るってことか。キュー、おー、あ、え、めっちゃむずい。え、俺が映っちゃうもんな。一回シャッター切ってみたらいい。一回切ってみるね。クソみたいな写真です。めちゃむずいんだけど。あの、ガラスにコテってなってる感じで、うん、そうそう、全面使うよ。そうそう、それで横から舐めてちょっとこう両方の顔をこう使う。キュー、キュー、キュー、いけてる。おお、あとピント、ピント、ピントだけ。おお、来てる来てる来てる、いい感じ、来てる来てる来てるよ、来てる。
ミラーボスキュン、ミラーキュン、ミラーキュン。あ、目つむるキュン、目つむるキュン。鏡の自分にキスキュン。キスキュン。おいい。あー、デートっぽい、デートっぽい。タカヤがキスに慣れてません。はい。撮ってきました。いや楽しかったね。楽しかった。そうしていただけると思います。本当に。早速それで、はい、自分たちが撮った写真の中から、はいはい、それぞれ1枚ずつちょっと選ばせていただきました。はい。それを見ていただいて、あら楽しみ。で優勝した方はその80万のカメラもらえる。いいですね。なるほど。よっしゃ。急に引き釣り始めた。マチブラフォトセッションで合計198枚を撮影。その中からマイベストフォトをチョイス。竹中先生に見てもらいます。僕のベストフォトのテーマ、私のサンタクロースはどこにいるんだろう。おーおー、確かに確かに確かに、なるほど。俺なんかそのテーマ聞いてこの写真見た時に、はい、違うストーリー出てきちゃって、もうクリスマスに振られちゃったんだよね。あー、なるほど。で、なんで？いいですね。いや、でもそういういろんな見方が感じられるのはいい写真の証拠ですよ。すごい、やった。ちなみに、得点は？得点はですね、99点。もう99です。この99の流れで言ったら99、ま、待ってですよね。ほぼほぼね、素晴らしい、もう完璧、はい、その表情にしても完璧だと思ったんですけど、はい、まあ、あの被写体の気持ちになった時にこんだけ頑張ってコーディネートしたのにほとんどわかんねえなみたいな。確かに、まあ、そこだけ、ね、まあ、でも全然ポートレートで見たらすごくいいんですけど、今回がそう衣装を着ての写真だったんで、うん、まあ、その辺がそうかなっていう。そうだ、確かに。見た人たちも楽しんでもらいたいなっていう気持ちから、はい、テーマはですね、はい、ベストフォトのテーマは、はい、生涯少年。おこちらです。おすごいね。やっぱ人はどんどん大人になっていくんですけど、いつでも少年心忘れないというか、しかも地球に立ってるように見える。そう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 、いいですね。しかもなんか自然の中にも後ろのビルで大人感が出てきて社会性も感じるしみたいな、なんかで足長のね、足長のね、足長のね。寺山さんほんと3センチぐらいしか足長、もっとあるわ、もっとあるよ。どうですか先生、これは。いや素晴らしいです、これも素晴らしい。キュ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 19点。素晴らしい、出るね。あと、あと1点だね。ちょっとただ映り込んじゃった。ああ、ちょっとここばっか見ちゃうね。ちょっとそうそうそう、撮るときは必ず周りの状況も一応気にして、そう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 、被写体だけじゃなくて周りに何が入ってるかっていうのもちゃんと頭に入れて撮ると完璧な絵になってたと思います。ちょっと寺山さん、じゃあ最後100点出してくださいよ。はい、確かに頑張ります。欲しい、100点が欲しい。私が選んだベストフォトのテーマは、ねえ先輩、本当の僕を知りたいですか。なるほどね、なるほど。鏡に映った人が本当の僕なの、何なのみたいな、ちょっと悪魔的な、こう心のもう一人の心、ちゃんと綺麗に映ってるんですね。左右対称、その画角的にめっちゃ綺麗。いい感じです。いや素晴らしいです、これもうキキキキキ109。どっちの9なのそれ。もうね、この鏡を、はい、普通のガラスなわけですよこれ、はい、ガラスを鏡と見立てて、はい、この二面性を語るあたり、はい、で表情も僕も見てたけど、いろいろね、こう細かく注文して、はい、それでこの表情を導いてったあたり、もう完璧です。いやー、ありがたい、嬉しい。なんか乗ってる感じがね、はい、またそれがさらにいい写真になってるんだと思いますよ。これ僕らカメラテクのレベルアップはできましたでしょうか。完璧でございます。やった、素晴らしい。もういつでもね、名刺にフォトグラファーって書いたらね、なれますよ。それはちょっと重たいかな。いやまだまだまだちょっとまだ勉強しないといけない。いやフォトグラファーって自称なんですよみんな。そうなんです。別に資格あるわけじゃないんで。そうなんだ。そうもうあのプロフィール欄にフォトグラファーって書けば、あなたも今日からフォトグラファー。もうじゃあ俺ら学ぶことないね。そうですね。いや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 、まあね、僕からの圧は結構教えたけど、はいはい、世の中広いんすよ。
はい、なんかねちょっと僕がねの知り合いでね面白いカメラマンがいるんですよ、フォトグラファーが。いやもう十分おもろいっすよ。まあまあまあ、まあ、ありがとうございます。一番面白い人ですよ。そうですよね。とはいえ、はい、僕もねちょっとそれどういうことっていうふうになるようなね素晴らしいフォトグラファーがいるんで、それを皆様に紹介したいと思います。じゃあ新しい先生のところに行ってきます。お願いします。ありがとうございます。まだ教わることある？もうないっしょ。俺らもうフォトグラファーだよ。そうです。次週、謎すぎるフォトグラファーが登場。催眠術、催眠術だな。うだっちです。いや、うだっちね。見た目とポーズが合ってないのよ。催眠フォトグラファーって何？体を張って体験。はい、いや、ありがとうございます、はい、似合ってるね、それ。俺も似合ってるでしょ、これね。タケ、お前めっちゃ似合ってるじゃん、これ。タケ、どうしたどうしたの？何タケ、どうしたの？タケ、何どうした？それすごい似合ってる。サイズもすごいいいね。喋りかけない方がいいよ。めちゃくちゃ嫌われてんじゃん。